私の方からはですね、今進めている岸田内閣における安保関連3文書、その閣議決定に関連したことを、お話をしていこうという。で、資料を共有します。で、大前提になりますけど、その、岸田内閣が12月には、国家安全保障戦略、そして防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画、3文書を一斉に改定をして、そして防衛力の抜本的な強化ということを打ち出していくということが確実になっています。この、秋の臨時国会で、野党が、その3文書の改定について、どういった内容になるんだということを、ずっと聞いてきたわけですけれども、岸田首相は国会の中では、ずっと明言をしないで、何回もこのあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討すると、これをこう壊れたテープレコーダーみたいにしてこう話しただけでした。結局野党が何を聞いてもそこには踏み込まなかったということです。でやっと11月25日ですよ。本当にごく最近になって、与党協議が続いていた中で初めてその政府案というものが出てきたわけですね。で、公明党と自民党の協議の中に政府がこういうふうに考えてますっていうのが出てきた。で、それがこの下にある1と2、3ですね。で、1というのは敵基地攻撃能力を保有する必要性があるんだということを説明した。で、なんでかっていうと、現在のミサイル防衛システムでは迎撃が困難な可能性があるとして、だから必要最小限度の措置を講じる必要があると、これは例えばですよ、その今年北朝鮮が31回のミサイルを撃ってますけれど、全てが移動式の発射台から撃たれてました。そのトラックに引っ張り出されたり、あるいは列車の中だったり潜水艦からだったりで、敵基地といっても本当の意味での固定化された基地から撃ってるものはまずないと、そうするとどこから撃ってくるかわからないということがまずあると。でさらに言えば、その妙な飛び方をするごく超音速滑空弾といった、今日本がアメリカから導入しているミサイル防衛システムでは撃ち落とせないものがほとんどになってきていると。だからその撃ち落とせなくなっちゃっただから、もうこの際、先回りして やっつけちゃおうって、そういうことなんですね。でそうするとその心配されるのが、相手が撃ってこないのに、こっちが先に相手をやっつけてしまう先制攻撃になってしまうんではないかと。でただしその先制攻撃にならないようにするためにはってことで、日本政府の見解としては相手が攻撃の着手に乗り出した時であればいいんだと。じゃあ着手って何っていうと、これはまたに日本政府が言ってるのは、例えば東京日の海にすると脅してミサイルが立って、でそこに燃料注入が始まって不可逆的になった場合にはもう着手だと、そういったことを言ってるわけですね。だから一撃を受けなくても、もう東京が、日本が必ず標的になるような場面であればやっていいんだっていうのが今までの政府見解なわけです。それであれば国際法には反しないでしょっていうことなんですね。それがこの2番目の国際法の禁じる先制攻撃にならないよう、相手国が攻撃に着手したとの認定のあり方で、攻撃対象、国会の関与や名称などは引き続き協議すると、ここにこう現れているわけです。でこの提案を受けた公明党の石井幹事長は、敵基地攻撃能力があることを示すことによって我が国に対する攻撃を抑止することが大きな目的だといって、前向きな姿勢を示したと。でもこれはさっき柳澤さんがお話したようにですね、抑止っていうのは相手がもう手ひどい反撃を受けるからやめておこうと思わせる効果なので、
日本が持っている敵基地攻撃能力というものは極めて限定的だし、そもそも敵基地がどこにあるかということを知るための情報収集能力というのが圧倒的に劣っている以上は、相手がどんなに日本がね、ミサイルをたくさん持ったり、例えば護衛艦出雲が空母化されて、そこから攻撃機が相手の国に発進していったとしても、それで相手が攻撃を思いとどまるとは到底考えられないし、むしろ日本側が敵基地攻撃をやったことに対するしっぺ返しとしての、まあ、反撃の方が、まあ、よほど怖いんではないかということを考えないといけないということですよね。まあ、でも今与党の協議の中で、ようやく政府が示したこのような考え方をもとにして、まあ、ほぼこの通りやりましょうという結論になるのがまず間違いないだろうということなんですよね。でそこでここは極めて重要なことをこうお話しするんですけど、岸田内閣が今年5月に野党 の, その質問収書、まあ、敵基地攻撃は密接な関係にある他国への攻撃であっても可能かと、まあ、そう聞いたのに対して、まあ、限定的な集団的自衛権の行使も含め三要件の下で行われる自衛の措置としての武力の行使にもそのまま当てはまる、まあ、こういった答弁書を閣議決定してるんです。これちょっと分かりにくいんですけども、要するに言ってることは存立危機事態が認定された場合には敵基地攻撃が可能だっていうふうに言ってるんですね。でそれは存立危機事態って何っていうことなんだけれど、それは安保法制、2015年に安全保障関連法が国会で強行採決されて今施行されて6年を過ぎてる。でその中で存立危機事態という言葉が、まあ、定義されてるんです。で我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命自由及び幸福追求の権利が、まあ、根底から覆される明白な危険がある事態と、まあ、これが存立危機事態というふうに言われているわけですね。ということはここ重要なんですけど、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生して、それに対して日本が集団的自衛権の行使を持ってその密接な関係にある他国を救うために行う武力行使のことなわけです。でということは我が国は攻撃をされていないということなんです。で我が国は攻撃をされていないだけれども、存立危機事態を認定したときには敵の基地が攻撃できる長射程のミサイルを撃ち込んだり、出雲から出てくる攻撃機が敵基地を攻撃したりすることができる、まあ、そういうことを言ってるわけですね。で、つまり岸田さんが言ってることは存立危機事態における敵基地攻撃は可能ということは、つまり日本が攻撃されていないにもかかわらず他国を攻撃することはできるという意味、それこそが先制攻撃なわけですよ。今まで議論してきた政府の議論というのはあくまでも日本に対してミサイルなどが落ちてくると、それに対して攻撃の着手が相手側がしたんだと、だから日本はこれに対抗して敵基地攻撃ができるかできますよってことを言ってたわけですよね。まあ、しかしながらですね、間にその存立危機事態ってことが挟まったことによって、日本は全く安全で攻撃も何もされてない、着手も何もないだけれど、日本は存立危機事態をもう認定したから密接な関係にある他国、まあ、例えばアメリカですね、これは台湾は国として政府が認めてないので、台湾に対する武力行使があっただけではこの存立危機事態というのは認定できません。しかしながら日本は間違いなくアメリカを密接な関係にある他国というふうに認定しているだけでなく、アメリカ軍の打撃力や抑止力が減衰した場合には存立危機事態に当たり得る、これは2017年の国会答弁で小野寺防衛大臣が言ってるんですね。つまりアメリカという国が攻撃されてるだけじゃなくて、外国にいるアメリカ軍がやられてもそれは存立危機事態に当たるんだってことをもう日本政府が言ってると。ということは台湾有事で戦うアメリカ軍の戦闘機が撃墜されたり、まあ軍艦が撃沈されたりしただけでも日本は存立危機事態を認定して、中国と戦うアメリカとともに、中国に対して日本が攻撃を仕掛ける、でも日本はその時点で攻撃されてないこともあるわけですから、先制攻撃を日本がやるということになると。でそうするとこの真ん中の太字なんですが、まあ、この結果国内の安全保障関連法で認められた集団的自衛権行使が
国際法では許されない先制攻撃に該当することがあるという矛盾をはらむことになったと、まあ、つまりですね、今までその非常にこうか細い解釈でつないできたものを突然その安全保障関連法、集団的自衛権の行使が合憲合法だということを強引に作ったことによって、今まで日本が攻撃された時には敵基地攻撃ができるんだっていうふうにとどまっていたものが、アメリカがやられただけでも敵基地攻撃ができるから先制攻撃が可能だっていうふうに政府が見解を変えてしまったってことなんですよね。本当に木に竹を継ぐようなトンチンカンなことをやって、そしてこの12月にはこの敵基地攻撃能力が可能だということを、まあ、閣議決定によって決めようとしていると。つまり今与党協議で始まっている国際法の禁じる先制攻撃にならないようにするというのは、もはや今の 法律制度の中では破綻をしているというふうに言わないといけないということなんですね。で、まあ、最後に、この最後のところで、中国であれ北朝鮮であれあれ、日本による敵基地攻撃を受けて反撃しないはずがない。反撃は核兵器の使用まで想定しなければならず、通常兵器による反撃であっても原発が損傷すれば日本は壊滅的な打撃を受けると、まあ、つまり、今長射程の武器を揃えてきて、あとは政策決定として敵地攻撃を閣議決定で安保3文書の中で決めようとしているけれども、それは同時にこれは国際法違反ということを確実にしていくんだという大いなる矛盾を含んでいるんだと。だからこんなことやってはいけないんだということを、まあ強く強調しておきたいと思います。ありがとうございました。